はい、皆さん今日も張り切っていきましょう。まるで茶番後のようなテンションで始めるな。やあ、みんな、センチュリオンアンチのゆっくり霊夢だよ。前回あれだけセンチュリオンに対して悔い改めてたのに何をどうやったらこうなるの？やっぱ重戦車が思考だと気づきました。お忙しいなお前の思考回路。重戦車以外滅べばいいと思ってます。とりあえずその理屈なら現代において戦車は滅んだ兵器と化してるな。何が MBT よ、戦車の大まかな個性奪ってどうするよ。軽戦車、中戦車、重戦車、巡航戦車、歩兵戦車、駆逐戦車、その他もろもろ、それぞれ特徴や運用法が違って、それに適した戦い方があるから、戦車ってのは面白いんでしょうが、それを全て一つで担えるように統合してしまうなんて、メインバトルタンクなんて生きっちゃって、本当に、MBT 最高。病院行ってきてどうぞ。はい、最初の目標はごく一般的なパンター。ごく一般的なパンターは G 型なのね。覚えとくわ。今回はトップマッチだから、正直負ける気がしません。おそらく致命傷で済むかと思います。死にかけてますやん。はい、ごく一般的な下級パンターはキングティガーによって消し済みにされました。なんか下級のレッテル貼られとるしな。ならごく一般的な上級パンターは何型なんだよ。まあ、F 型って言いたいとこだけど、それは外観で決めつけているに過ぎない。ほうほう、なら何が上級なんだぜ。私を倒せるパンターこそ、上級にふさわしいかな。黙れカス。まあ、黙らせるだけの実力があればいつでも黙ってやるよ。これが、王者の余裕かもね。ふふ、とりあえず埋めていいですか？さあ、冗談はさておき、冗談。あのティガーの電子パルスがなかなか厄介。砲弾の弾道をそらし最小限の加害に留めているみたいね。そこまで現実歪めれる奴は卑怯。自分を疑おうな。あ、崖の上に無防備な BR 違いの子がいる。極楽浄土にぶち込まなきゃ。極楽浄土はぶち込む場所じゃない。次は超方針シャーマンだ。まあ余裕で抜けそうなものだが。ファイヤー。は？はぁ？さあ続きをプレイしていきましょう。無理があるぞ。さっきやり損なった超方針シャーマンギガンテスジャンボ突撃超重戦車が多少気がかりですが、弾かれたからってえぐいジャンル開拓すんな。左を警戒しながら前進することにしました。外してますよ。車線通ってること教えてあげたんです。あ、はい。スモークの中でもはっきり見える。次でとどめだ。さあ気を取り直して。わっしょい。ああ、マジ楽勝だわ。いけないものを見た気分。T3457 もいるね。4.3 車両だな。まあオートラの敵ではない。57をやってくれたので8号をやります。まあ車線通ればワンパンだな。やったぜ。そのまま前進し、正面のティガーをやります。あいよ。2両いるうちの手前から。最初にやり損なった1両は味方の T34 がやってくれたぞ。私はやり損なっていない。だからやり損なってはいない。お薬多めに出しときますね。試合終わる直前の空爆かわいそうだな。本当に理体切れやすくなったわよね。何はともあれ、これで試合終了だぜ。結果発表だにょん。結果は5両撃破、2キルアシストの1位よ。ものすごくサクサク進んだな。結構のんびりとした試合だったけど、正しく扱えばもっとガンガン押せるはず。ティガーを扱って感動した人も多いかと思うけど、ティガー2はそれをさらに上回る性能です。まだ持ってない人はぜひ研究してみてね。今回はこの辺で締めるぜ。あらららら。取り消せよ、今のこと。